お疲れ様です。今回もローンカードの紹介なんですけども、今までとはちょっと違うポイントの取り方になります。東京スター銀行のおまとめローンっていうものをね、申し込んで使ってみようかと思うんですけども、実は数ヶ月前ですけども、ポイント欲しさにローンカードの申し込みと借入額10万円以上借りると2万円とかね、3万円もらえますよみたいなモッピーの案件に、別に借りる必要はなかったんですけども、ポイント欲しさに2社申し込んだんですよね。でその2社分のポイントはもうすでにこちらの上の方の165,338円の方に組み込まれてますので、確定送金済みということなんですよ。ですんで以前借りたこの2社のローンをね、返済しても構わないんですけども、いや今回ね、ローンなんですかね、ローンロンダリングということで、じゃあ合計10万で借りて、返済がすでにもう2ヶ月ほど過ぎてますんで、おそらく両方足してもね、まあ20万弱18万ぐらいだと思うんですよ。その18万円を今度はね、この東京スター銀行のおまとめローンで移行することによって、俺1万ポイントもらえるじゃないかっていう風なポイントロンダリングでございます。ローンのロンダリングね。でこちらの方でまとめローンで1万ポイントもらって、また成果が確定したら、こちらの東京スター銀行の方に耳を揃えて返せば、まあ二重三重に美味しいかなっていうところですね。じゃあちょっとこのおまとめローンの方クリックしてみましょうか。こんな感じです。審査が2日で、金利もまあこんなところ、金利はね短期で返済するのであんまり関係ないんですけども、で今のところおまとめ借入額、あ30万最低借りないといけないんだ。まあでも今2社で借りてるのが20万ぐらいですから、簡単にまとまりますね。余計に借りないといけないってことになりますけども、ちょっとその辺、うん、なんか余計に借りていいのかだろうかって気がしますけども、まあ30万円ね借りて、で今まで借りた2社に返済して残った金額にプラスアルファして、でこちらの東京スター銀行の報酬が確定したら、そのままそっくりそのまま返せばいいんでね、そんな難しいことじゃないかなと思います。簡単に持病診断しましょうか。で5年収が例えば500万とかね、でお申し込み金額30万とかするでしょ。で診断すると、まあご融資可能ですよね、それはねそれは可能だと思います。まあですんでこちらの案件やってみようかなと思います。で皆さんも何かね、2社以上のお金を借りていて、この度まとめることによってちょっと楽に返済したいなと思うようでしたら、動画概要欄の案件からまずはね、東京スター銀行のポイントバックやってみてください。でまだモッピーの登録されてない方はモッピーの登録をして、で紹介コードもね動画概要欄につけておきますので、そちらの方もご入力いただいて、数百円でもね最初からゲットしておいてください。まあそういった形で今回は20、30、40にお得なお知らせでございました。それでは動画概要欄チェックよろしく。東京スター。